アナイコアですもうすぐお月見ということで我が家のお月見の過ごし方を紹介しますお月見の日は家族みんなでお月様を見ながらお餅を食べてますコアくんはまだお餅を食べれないのでお餅に似せたボールで遊んでます <laughs> コアくんにとって初めてのお月見なのできれいな満月が見れるといいなと思ってます。大きくなったら本物のお餅を食べてお月見しようね。